ワイヤット亀しております。本日は令和4年4月の29日、ここは大阪の中心難波です。本日4月の29日、この近鉄に新しい観光特急青仁吉信がデビューするということになっています。たまたまその一番列車の切符が取れましたので、今回は青仁吉信一番列車に乗車をしていきます。よろしくお願いします。改札に入ってきたわけですが、結構ね、皆さん写真を撮っておられる先、電光掲示板があるわけですが、今回乗車をしていきますのはこの上から3つ目、9時32分発京都行きの特急青仁吉信です。この大阪難波から京都行きの特急というのは普段設定されていませんので、もう確か数十年ぶりの復活になっていたのだと記憶しています。さあ、こちらにはずらりと並ぶ青仁吉信のポスター、もうこれでもかというぐらい貼られていますが、確かね、こういったポスター名古屋にもね掲示してありまして、全国至る所でこういうね、宣伝をやっているということになっています。さあ、というわけでいよいよ入線してきました。これが本日デビューの近鉄の新しい観光特急青仁吉信です。このシルエット見覚えのある方もいらっしゃると思うんですけども、そう、この列車はもともと1年前まで近鉄の特急として活躍していました12200系スナックカーです。ちょうど1年ぐらい前に定期運行を終了したんですけども、今回まさかの魔改造を受けて復活するという、ね、運びになったんです。さあ、というわけで入線してきました。こちらこんな感じで開く扉で入っていくわけですが、近鉄特急のスナックカーといえば、折り戸というのが皆さんのイメージだと思います。しかしこの3号車だけは車椅子スペースを作るということで、折り戸ではなくて、普通の扉ということになっています。いや、すごいな。これは1年前に引退した近鉄特急のスナックカーとは全く思えないような、この辺とか見るとちょっとその面影があるのかな。だいぶ内装とかも張り替えられていて、スナックカーのイメージはほぼないと言っても過言ではありません。そしてこちらはスナックスペースかな。もともとこの近鉄特急スナックカーというのは軽食を販売するスペースがあったからということで、スナックカーという名前がついているんですけども、1970年代にはすでにこのスナックコーナーの営業をやめていまして、1999年生まれの私にとってはなぜこの列車がスナックカーと言われるのかというのがあんまり、ね、ピンとこないところだったんですけども、まさかのこの魔改造を受けた際にそのスナックコーナーが復活したということで、これはなかなか、ね、熱いところなんじゃないかなと思います。そしてこちらはサロンシート4人で利用する、そんな座席になっています。窓の大きさとかももともとはこのサイズだったんですけども、魔改造するにあたって窓の大きさを、ね、拡大してるんですよね。いや、これはすごい。さあ、というわけで今回は私が乗車していきます1号車に移っていきます。ちょっとこの辺とか見るとやっぱりスナックカーだなっていう印象がちょっとしてきますね。で、斜め45度に配置されていまして、これがなんか左右に動いたりするのかなと思ったんですけど、そういうことは、ね、ないみたいですね。でこういう感じでちょっと左右のせり出しが大きくなっていまして、斜め45度なんですけど、そこまでなんか他の人と目があったりっていうのはないような感じになっています。あとこれがね、特急だと普通はリクライニングが効くっていうのが一般的だと思うんですけど、この車両は、ね、リクライニングが効かないんですよ。しかもほぼ座席の形状が直角になっていまして、これは結構斬新なデザインだと思います。この直角になっているんですけど、でもこれで別に不快感を感じるとかそういうことは全然なくて、むしろなんかね、体にフィットするような感じで、本当にすごく考え抜かれたデザインだと思います。なかなかすごい。そしてこちらの座席の
あの頭のカバーですかね、こちら見ていただくと青によしのエンブレムマークが書いてあります。これなかなかおしゃれ、家に持って帰って飾りたいですね。いやさすがにしませんけども、近鉄特急スナックカーというと私ももう何度も現役時代は乗りましたけども、結構ね名車とはいえ古くなってきたような車両でして、もう晩年だとスナックカーに当たると、あ今日はちょっと外れだなみたいな、そういうことを思う日もあったんですけども、それがまさかの魔改造を受けまして、こんなきらびやかにきらびやかな内装になるっていうのに本当に感動します。これはすごいな。ただいま列車はトンネルに入りましたが、いやすごいなこれ、なんか寝台特急のカシオペアを、まあ、凌駕するようなこの内装のきらびやかさ、これはなかなかすごい。さあ列車はただいま生駒に到着でございます。こちらにも青によしのポスターがこれでもかと掲示されています。この一番後ろの4号車に来たんですけども、後ろのところには211系みたいなロングシート、ここはなんかね座席の指定があるわけではなくてフリースペース的な扱いになっているようです。近鉄の吉野に行く観光特急ブルーシンフォニーにもね、なんかこういうのがあったように記憶しています。車両の番号はもともとは12200系という形式でしたが、新たに19200系という、まあ、そういう番号になっているんですね。列車はただいま大和西大寺付近、これからね列車は大和西大寺を通過していくということになります。基本的に大和西大寺を通過する列車ってないんじゃないかな。通過していきますよ。この大和西大寺にはもう一度戻ってくるということになります。一旦これから奈良に行きまして、また折り返してこの大和西大寺まで戻ってきて、今度それで京都に行くという、そういうねちょっと変わった工程になるんですね。一応列車はこの大和西大寺で停車しましたが、一応通過扱いになっていますので扉は開かないはずです。すごい地元の方とか、まあ、テレビ局の方とか結構いらっしゃいますね。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。記念乗車証なんですけども、ちょうど本日の日付2022年4月の29日運行開始ということが書かれています。まあこれ紙質もいい感じの紙でできていまして、裏にはこんな感じ、青によし奈良の都は咲く花の匂うがごとく今盛りなりという和歌が書かれています。この青によしというのが奈良にかかる枕言葉になっているようでして、この観光特急青によしは、まあ、そこから名前を取ったと言われています。こちらの青によしの和歌なんですけど、まあ、個人的に、ね、見覚えがあるなと思ったら、私がこの青によし のデビューが発表されたタイミングで出した考察の動画で、この青によしが枕言葉になっている和歌として、まあ、一つ Google から引っ張ってきて紹介した和歌ですね。その段階ではこの和歌は特に紹介されていませんでしたので、もしかすると私の動画を見て、あこの句を乗っけようという感じでやってくれたのかもしれないですね。ありがとうございます。瀬島ライナーとすれ違いましたが、これから列車は平城京を通過していきます。なかなか面白いですよね。天平文化をあしらったデザインの車両が、昔のこの天平文化が栄えていた頃の奈良時代の都平城京の跡を突っ切っていくというのはなかなか面白い光景です。
列車は再び大和西大寺に戻ってきました。先ほどは扉が開きませんでしたが、今度は客扱いをして扉を開くということになっているようです。1回は普通に通過して、この2回目は扉が開くっていうのはなかなか面白いですよね。オーナーのスナックスペースに来たんですけども、こちらがねメニューになっているようです。デビュー、青仁吉のデビュー、それからアルコール、これはねなんか似たようなやつが島風のメニューとしてあったような気がするんですけどね。いや違うやつだったかな。ソフトドリンクとかこういうスイーツ系もあります。近鉄の特急の島風とかであるカレーとかはないんですね。さあ念願のスナックコーナーに行ってきましたけども、こういう感じのね袋に入れていただきました。袋もなかなか高級感がありますよね。今回一緒に乗ったマトリョーシカさんは車内販売のグッズ類をね全部購入されていました。こちらがまずタオル、それからクリアファイルで、青仁吉のキーホルダーとハンカチですね。この4点があるようです。じゃあこんな感じでねバターサンドとそれからアイスクリームをね購入しました。これもなんかちゃんと青仁吉のマークがついてるんですね。コーヒーなんですけども、私は基本的にブラックで飲むことが多いんですけども、こういう感じでガムシロップ類がねついてきます。デフォルトでついてきますね。レーズンのサンドの色でこの青仁吉の車体のカラーをデザインしてるらしいんですけど、これね金箔が塗られてるんですよ。すごいなこれ。気がついたらこの青仁吉最後の停車駅丹波橋を出発していました。大阪難波から京都までの列車に乗っている時間は約1時間ということで、近鉄ってこの大阪と京都をめちゃくちゃ遠回りして結んでいるんですけど、それでもこの素晴らしい内装、この本当に、ね、一瞬のように感じました。まだこの辺の、ね、アイスクリームとかバターサンドとかコーヒーとかね食べ終わってないんですよ。列車は京都駅に到着です。アイスクリームね最後お腹の中に駆け込み乗車しまして何とか食べ終わりました。さあというわけで列車は終点の京都に到着したところです。この青仁吉なんですけども、今度大阪で2025年に万博が開かれまして、それに向けたその観光需要を掘り起こすという目的で、このような魔改造を受けたということになっているようです。この近鉄特急スナックカー12200系という元の車両は1970年の大阪万博の際に輸送力を増強するために製造された車両なんですけども、それが50年以上の時を経て今度この列車はまた大阪万博の観光需要を掘り起こすために改造を施されたっていうのがね、なかなか運命的なものを感じます。さあというわけで今回は近鉄の新しい観光特急青仁吉の一番列車に乗車をしてきました。乗った感想としてはね本当に素晴らしい列車、こういうレビューですから何か良くないところも述べた方がいいと思うんですけども、
そういうところ、どこかケチをつけようというところを探してもね、一切見つからないような本当に素晴らしい列車でした。もともと近鉄の名車として活躍した12200系スナックカーが1年の時を経て、奇跡の復活を果たしたっていうのもすごいですし、このような魔改造を受けて生まれ変わったというのがね、まず鉄道マニアとしては非常に熱いところだと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。